こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第196回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便りお悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。ラジオをハワイからお届けしています。もうすごい嬉しいです。もうこのね、ダイヤモンドヘッドを背景にカピオラニ公園っていうところでね、ラジオを撮れるなんて思ってなかったから、もう今幸せな気分いっぱいです。で、オープニングトークね、植物の話、見てください、このこれね、レイのお花、さっき落ちてたからね拾いました。こっちはもうお花がたくさん咲いていて、ブーゲンビリアとか、あのすごいいい匂いのねお花とか、あの街の中にね、街の中っていうか住宅街の家のところにたくさんねお花が咲いているの。それがね本当に綺麗で、やっぱり南国なんだなっていうのはね思いました。それでホノルルマラソンへの道、もう昨日ね完走しました。わー、見てください、このメダル、完走した人にねもらえるメダル、これもらいました。それとこれ完走 T シャツです。もうね大変だった、もう本当にきつかった。結局半日ぐらいずっと歩いていて、11時間とかね、そのぐらいを歩き通して、ちょっとまた詳しくは後で話します。もうハプニングがいろいろあってね、いやきつかった、本当にきつかった。私もきつかったし、夫もすごいしんどそうでさ、いやなんかね、また一つあの危機を2人で乗り越えたなっていう思いが今強くて、あの参加して本当に良かったなって思ってます。それでオープニングトークね、ホノルルマラソンのことは詳しく話をするとして、ズンバはなんとハワイでズンバ出ました。行ってきたワイキキコミュニティセンターっていうところの、ユミさんっていう人がやってるね、あのローカル向けのズンバがあって、そこで、一元さんは8ドル払って参加できるってやつね、行ってきたの。もうめっちゃ楽しかった。相当ハードだったよ。もうねハードめの、もう運動量、今まで出たズンバの中で金子さんのも運動量すごい高いんだけど、なんかねまた別の運動量の高さっていうか、滝汗もダラダラに滝汗かいて、それがねすごい楽しかった。でユミさんはハワイで活動してる人なんだけど、あの日本語も喋れて、あのいろいろね、あのどこから来たんですかとかいろいろ質問してくれて、であとインスタ交換したりして、ユミさんもたくさんインスタにアップしてくれたのを私が、ね、リツイートみたいにしたりして、すごくね良かった。で新しくズンバつながりの大阪から来た人とも友達になれたし、いやーねズンバがあればね世界各国どこに行ってもあの友達ができるなっていうのはね思いました。そう、あのズンバが好きっていうだけで、あの言葉はいらないっていう感じね。でズンバ自体もインストラクターの人喋らないからさ、喋らないから見よう見真似でやるからさ、言葉できなくても大丈夫なんだよね。いやーね本当に楽しかった。で一応今週1週間ハワイにいる予定なんで、またユミさんのクラスにね
行こうと思ってます。それがすごい楽しみで、密かに計画っていうか思ってるのは、あのちょこちょこ夫を誘ってるのよ。日本でもちょこちょこ夫をね誘って、時間をかけて誘って来ていて、ハワイに来て今またね、いや木曜日行こうよみたいな感じでちょっちょっちょってつついてて、なんとなくね、あの明らかに嫌だって言わないから、もしかしたら夫がズンバデビューするんじゃないかなと思って、それもね密かにね楽しみにしています。そう、あとそうね、なんかユミさんが月曜と火曜はプールでズンバもやってるから、サナエさんよかったら来てって言われたんだよね。だからすごいいろんなことやってるんだなと思って、それと、家族の話はね、今回のホノルルマラソンに向けて父がすごくすごく応援してくれてね、日本時間とハワイって5時間、まあ、19時間時差があるから、日本時間に5時間足して1日戻すとハワイ、ハワイになるのよ。だけど私の、あの起きた時間とか、あのマラソンの前のね起きた時間とか出発の直前とか、もう夜中の0時とかさ、そういう時間帯でもあのメッセージ送ってきてくれてね、もう参加できるだけですごい、すごいんだから楽しめとかね、なんかねいろいろ書いてくれて、なんかそれがねすごい嬉しかった。いや、なんか走った後だからさ、すごい父がもうあのどんな思いでね、一人でハワイに行ってさ、あの人4回あのホノルルマラソン一人で行って走ってるから、しかも私と同い年に初めて走ったんだって。だから偶然だねっていう話してさ、改めてね尊敬しましたね。今は日本にいるとさ、なんか本当に嫌だなって思ったりすることもあるけど、まあそれはね人と人との付き合いだからそういうこともあるけど、いや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 、もう私が11時間ぐらいかけて、12時間近くかけてね歩いたところ、彼はね4時間台かなで走って、でね、あのどうしようもない部分もあるけど、そんな風にね4時間台で走れるなんてね、よっぽど練習したりとか、よっぽどそこに向けて詰めていかないとできないはずだから、あすごいと思ってね改めて尊敬しました。そうだからパパの支えがねすごい大きかったかなって思います。本当にいろんな人にね支えてもらって、でね、あのラジオを聴いてる人たちもたくさん応援してくれて、いや本当にハワイに来てね歩けてよかったなって思いました。そうだから、ね、ハワイに来て父のことを改めて、ね、再評価ね、ちょっと上から見つめたけど、ね、よかった、父のことをね改めて思えてよかった よかった、涙が出ちゃってる。で多分お母さんは、義理のお母さんはね、たくさんあの毎日のねハワイの報告動画見てね、私と夫のことね心配しながらね見守ってくれてると思うからさ、いやーもう本当にね幸せです、本当に幸せ。そうねー、本当に良かったです。ハワイに来れて。長かったよね。ホノルルマラソンへの道もずっと、ホノルルマラソンへの道って言ってね、毎回20キロ走りましたとかって言ってたけど、そう、一つ大きなチャレンジがね、終わったなって思ってます。うん。そう。重いのよ、これ結構重くて。そう。じゃあまたお便りコーナーのね、あのパートで、マラソンの話はしたいと思います。今日ね、今ハワイはね、午後の3時ぐらいで、晴れです。ここのとこずっと、私が来てからずっと晴れ。スコールとかも一回もないし、雨が降ってないからね、ハワイといえばレインボーで虹なんだけど、虹も一回も見ていません。
で明日は、明日はね、車レンタカーを借りて、ノースショアって言ってね、ハワイのもうちょっと上の方まで遠出しようと思っていてね、やっと初めてシュノーケリングで泳いでお魚をね見たいと思っています。で私もそうラジオを撮るぞって、ハワイでラジオを撮るぞっていうのねすごい楽しみにしていたので、うん、この時間をこの場所で設けることができてとても嬉しいです。で私と一緒にね、みんなもちょっとハワイの風を感じながら、自分の体の声、心の声にね、耳を傾ける、リラックスした30分にしてもらえると嬉しいです。これでダイヤモンドヘッドと共にお届けしますので。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。今週の肌の調子、いろいろありました。じゃあ肌の調子ね。さなきち、今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、ね、基本的にはすごくいいです。そう、やっぱりハワイに来ると肌が良くなっちゃう謎もう本当に肌はね、すごく良くなりましたよまあいろいろ基本的にね、外食してダウントゥーアースっていうベジタリアン専門のオーガニックショップと、あとホールフーズマーケットっていうね、スーパーマーケットでデリを買って、それをおかずにしてハイガマイを食べてるんだけど、それがね、デリがいろんなものを食べてるけど肌が悪化してないから、やっぱりハワイに来ると肌が良くなる説は本当だなって改めて思っています。それでね、日焼けはかなりねしたの。ほらすごい、昨日走ってた間にずいぶん焼けちゃって、で日焼けした後少し痒くなるっていうのの痒みはあります。だけどね、なんか痒くて眠れないとか汁が出ちゃうとかそういうことはないの、うん、だから大丈夫かな。それで、あとはね、マラソンで走ってる時に、いっぱい甘いもの甘い栄養補給をして、それでね痒くなった。それはやっぱり痒くなった。めっちゃ甘い、甘みの塊みたいなものをたくさん摂取したわけ。4、5回したかな。あと途中で配ってたビダーインゼリーみたいなのも4個か5個ぐらいチュー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 飲んだの。そしたら、走ってる途中からもうこの指のここね、関節のところが汁が吹き出してきて、やっぱり栄養補給にはなったけど、それなりに痒くなるっていうのはありました。うん、これね、今ラジオの続きだけど、近くで、なんか人がなんか準備し始めたから、 しかもちょっと男の人で一人でね、なんか喋りながらやってるから、ちょっと念のためね、安全のためにちょっと場所を変えようかなと思って歩いてます。そう、これね、ダイヤモンドヘッド、あのおじさん、なんかネットを張ってるから、多分今からなんかのね、設営をするんだと思うんでね、スポーツの設営だと思うんだけど、念のためちょっと離れておこうかなと思ってこっち来ました。こっちではなんかラグビーみたいにしてるし、わかった、電話しながらやってるの。電話しながらやって喋ってるからちょっと怖く感じたんだ私は。はい、場所を移動して仕切り直しです。そうだから、そのウィダーインゼリーみたいのと、あとそのね、10円っていうスポーツショップに売ってた、こうのこのぐらいのちっちゃいね、名刺サイズぐらいのなんか栄養の凝縮した甘いやつをチュチュチュってやって、それがね、ほんと
ダメだったやっぱり。この走ってる首も痒くなったし、このね手から汁が出てきたし、まあでもあれだけもう激ヤマなものを躊躇した割にはここと首に出たぐらいだからね。だからやっぱりそれだけ運動量はすごくあったんだと思う。肌にあんまり出なかったから、そういう意味では、うん、なのでこのぐらいで済んでよかったなって思ってます。で、夫はね、夫も飲んだらいっぱいそういうのチューチューしたわけで、夫はもう夜もめっちゃお尻が痒くなっちゃって、お尻がね、彼がねお尻が爆発しちゃってさお尻が痒い、お尻が痒いって言って大変でした。なのでちょっとそこは課題だね。なんか難しいなって思った。走ってる時の栄養補給で市販のものを食べるのは難しいっていうのね。結局一番なんか良かったのが梅干し。生活クラブの梅干しはね、ほんとね、命のこう粒みたいな感じで、あれにはね助けられました。ほんと良かったかな。そうね、肌の調子。それと良かったのが、あれよ、日焼け止め。日焼け止めが、ハワイは、サンゴを守るために、使っちゃいけない成分が決まってる、法律で決まっていて、それを使ってないわけよ。紫外線吸収剤とか。で、私、紫外線吸収剤の入った日焼け止め、ほんとダメで、塗った後なんかすごい変な感じするの。皮膚が変な感じするのと、その後もう肌がもうめちゃくちゃ荒れちゃうんだけど、こっちのやつは肌が今のところね、選んだやつが良かったんだと思うんだけど、肌がね荒れない。で、今も顔に塗ってます。顔に塗っていて違和感ないし、石鹸で普通に落とせるし、だからね、ちょっと多めにっていうか、今使ってるのの他に買って帰ろうかなって思ってる。あれなら日本でも普通に塗って使えるかなって。マウイのサーファーの人が作った、その海を守るために作った日焼け止めだから、ウォータープルーフも、なんだっけな、40分とか50分ぐらいあるんだよね。そう。だからそれもすごい良かったでしょ？で、あとはね、あれを、テーピングをして、そのテーピングでの肌荒れ、アレルギー反応で、もう今、足がもうパンパンに腫れちゃってます。ちょっと見せられるかな。ほら、これ見て、足首、足に輪っかしてるみたいでしょ？これね、テーピングの炎症。で、しかもさ、もう寝てる前日に貼って、夜めくれないようにスパッツ履いて寝たんだけど、その時からちょっと痒くなり始めてたのね。で、走り始めたらどんどん痒くなってって、それで途中で剥がしたんだけど、もうこの辺もよ、この辺も今真っ赤、すっごい腫れちゃって、蚊に刺されたみたいな盛り上がりがもう15センチ、20センチぐらい幅でブワーって広がっちゃって、それがね、大変だった。で、途中で剥がす時もさ、なんか夫に剥がすのを手伝ってもらったんだけど、もうなんか自分の足じゃないもんだから、ピーピーってすごい乱暴にっていうか、急いで、人とかもいっぱいいるからさ、急いで剥がされちゃって、それでね、余計ひどくなっちゃった。後で、テーピングかぶれとか調べたら、水に濡らしてから、本当にそーっと剥がさないといけないのさ、もう隣のとかビーって剥がしたから。それでね、特に左足なんかこの辺は、その引っ張りで、大変なことになっちゃったかなって、うん、そういう感じです。まあ、だけど、基本的に、肌は、調子いい。本当に、ハワイに来て、アトピー治る説はね、本当そうだと思っている。もう、確信に変わりました。で、昔、小学生の頃来た時、もう、その時もっとアトピーひどかったけど、良くなったから、だからね、アトピーひどい人、ハワイに行く計画、ぜひ立ててみてください。まあ、できたらね、ほんとちょっと長めに1週間とか、ね、そのぐらい、10日とかいるような感じで、もう命の選択肢にね、ハワイに来るといいんじゃないかなって思いました。
んな感じかな。でまだね、甘いものはホールフーズマーケットだったかなで買ったホットケーキミックスは、食べました。でもそれは砂糖がほとんど入ってないタイプだから甘くない、あんまり甘くないでしょ。で、一個だけね、なんかチョコレートバーみたいな、ウエハースみたいなのをダウントゥアースで買って、それはまだ食べてません。これから食べる予定。基本的に甘いものはそんなに食べずに。あ、でも一回ね、バナナだけで作ったアイスクリーム屋さんがあるのよ。砂糖も乳製品も不使用っていう。そこはね、行こうと思ってる。あ、それと、あるじゃん。それと、餅パンケーキって言ってね、多分米粉か、なんか餅粉かなんかのパンケーキを出してるところがワイキキにあるから、そこにも行こうと思っています。そのぐらいかな。どっちかって言ったら、ハンバーガーとかそういう系、そっちにちょっとね、肉系にちょっと暴走しようかなって今のところ思っています。そうそうね。あのおじさんは分かった、フリスビーをやるんだ。だからちょうど私がいる場所、いた場所あたりからいつもやってるんだろうね。はい、そんな感じです。で、みんなも肌の調子どうですか？体調とかね。で、日本は寒いんだよね。さっき札幌の父からね、メッセージが来て、札幌は雪ですって書いてあった。うん、だからね、あ、そうだよね、冬だよねって思いながらね、メッセージを読んだんだけど、風邪とかひいてないですか？そう、私も体調悪かったのはハワイに来て本当抜けたね。抜けたのはね、多分ね、ズンバをやってあのあとスコーンって抜けた。お腹が痛かったのも治ったし、そう、このままこっちに住みたいなって思う。で、夫もハワイがさ相当気に入ったみたいで、うん、いや、なんかハワイにね何回も来たくなる気持ちわかるわとか言って、それでありがとねサナエって言ってさね、ずいぶん前に、ね、今年の初めぐらいに行くって聞いたら行くって言って、多分その時はまあ先の話だしっていう感じで、なんかまあ安請け合いしちゃったみたいなので、だんだんね近づいてきて来ることになって、まあね、ちょっと しぶしぶではないけど、まあサナエについていこうみたいな感じで来てね、それで来てよかったって思ったんじゃない？良かったなって思った。私もそれ聞いて、そうね、じゃあみんなもね、体調とか肌の調子とかコメント欄や公式 LINE やフォームに送ってもらえると嬉しいです。待ってます。はい、では、お便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて、途中からお便り、今週はね、お便りじゃなくて、ホノルルマラソンの裏話をしたいと思います。で、一緒に歌ってもらえると嬉しいです。ハワイの空ににえりちゃんの歌声が響く。鳥がね、たくさんいるの。すごいね、鳥の鳴き声がいい。あずき元気かな。その声聞いたら自分に帰れと言ってる。その声聞いたら君のものさ。泣いたり笑ったり何にもできなくても、そんな君も私は大好きさ。
はい、それではね、ホノルルマラソンの裏話します。裏話ね、動画はね今編集中です。1日かけて要所要所でね撮ってきたから。でね、なんだろうな、一番大変だったこと、大変だったことっていうかね、やっぱりね、夫が具合が悪かったのよ。何日か前に夫が、ダウンっていう動画アップしたけど、あの日調子悪くなって動けなくなっちゃったじゃない。でその日は夫はお休みして、私一人でね自転車でダウントゥアース行ったりとかして、まあ、彼はずっとね一日寝てるみたいな感じしてたからさ。で休んだ分翌日復活はしたんだけど、でも完全にはやっぱり復活してなくてさ、ホノルルマラソンスタートしてからの歩き出した時にさ、歩き出して、それでみんなが走ってるからさ、走り始めたわけよ夫も。で、大丈夫なのって言って、大丈夫そうだって言って走って、どのくらいかな ?2キロか、そのぐらい走ったらもう足がパタって止まってさ、なんか調子悪いって言い出したのよ。と思って、なんか、やばいみたいな感じで言ってさ、で、熱中症にならないように水もたくさん飲んでるし、まだ日も照ってないしさ、熱中症じゃないだろうなって思ったんだけど、どうするって、もうほんとその時からよ、もう2キロ目か3キロ目ぐらいの時からもうリタイアした方がいいんじゃないかって思ったわけ。どうするって、ね、勇気を持って棄権することもねすごい大事だと思うよって話するんだけどさ、わかんないっていうのよ自分の体が。で、わかんないって言うから、でもね思ったの、その前に具合が悪くなった時もどうする今日ダウントゥアース行くって言って、わかんないってかね、あ、わかった、それでわかった、君のわかんないはノーだよって、わかんないって言ってる時はイエスって言えない時はノーだよっていう風に言って、じゃちょっと今とりあえず歩くけど、ちょっと、ね、そのリタイアも視野に入れていこうっていうことになってさ、歩き始めて、で、そう、初っ端からもう調子悪かったの。で、歩いてさ、歩いてるうちに少しずつ元気になっていって、で、その間にまず梅干し、生活クラブの梅干し1個食べたら元気になって、あとチューチューするやつも、こう、1袋チューチューしたら、やっぱちょっと元気になって、エネルギーがね、チャージされたみたいで。それでね、そっからもずっと歩いたわけ。だから最初の2、3キロ走っただけで、あとは全部歩きました。そう。そうだね、歩いた。で、やっぱりね、ハワイは、ハワイの大変さはね、天気がいいと暑い。とにかく暑い。日陰がないのよ。途中ハイウェイのところ走るんだけど、だから炎天下の中ずっとアスファルトの上歩いていかないといけない。で、しかも他のマラソンコース、世界四大マラソンのうち一つらしいですね。ニューヨークとかボストンとかのうちホノルルマラソンみたいだけど、その中でもアップダウンが激しくて、なんていうの、世界新みたいのが出にくいっていうか、ほとんど出ない場所みたいなの。それぐらいハードな場所みたいでさ。だからね、過酷さはね、本当によくわかりました。よっぽど万全な体調じゃないと、あれはね、走れない。もう、で、何回かさ、もう本当に、もう、なんかリタイアしようっていうのを、こう、夫を説得しようっていうかさ、で、私自身も夫がリタイアしたら私はどうしようかなとか、自分もどうしようか考える。このまま私は歩くか走るかするのか、一緒にね、リタイアするのかっていうのを考えながら、歩いていました。だから、ね、過酷だったね、過酷だった。うん。
そう、その割にはさ、途中途中で、なんかダンスしてる場所があって一緒にダンスしたって、私はね、そういうことしてたんだけど。でね、残りね、10キロ近くになってきた時に、もう本当に、まあ私も足痛かったけど、夫がもうすごい足が痛くなっちゃって、で、なかなかね、エイドステーションっていうのも、何キロかおきにしかなくて、氷をね、渡してくれるところも。で、その氷をもらって足を冷やしたり、首を冷やしたりするんだけどさ、もうなんか、筋肉の痙攣みたいのもね、なんか収まんないっていうかね、大変で。で、途中で、ハイウェイを出て、一般道に入ったところにね、ガソリンスタンドみたいな、コンビニみたいなところがあったわけよ。で、そこで、もうとにかくちょっとここで休まないって提案して、でそしたら夫はさ、もう止まったり座ったりしたらもう立ち上がれなくなるから、このまま行こうって言うんだけど、いやもうほんと何命の危険ぐらいまで私思ったから、だからいや立てなくなってもいいから、もうまず座ろうって、座ってちょっと私買い物してくるからって言って、夫のクレジットカード借りてさ、そこで、まずね、アイス、棒の、いちごの棒のアイス買いました。もしかしたら熱中症だったらね、良くないからアイスを食べさせようと思って、絶対日本じゃ食べないアイス、結構大きめのいちごのね、クリームアイスみたいのと、あと水とフルーツ買いました。買って、で、縁石に座って休んでる夫のとこに行ってさ、縁石に休んでる夫の前に、夫が店内に入ってきたんだ。さ、店内がクーラー効いてるから、もうすごい気持ちいいって言って、そこでさ、少し生き返ってるの見て、あ、もう絶対これ休まないとダメだなと思って。じゃあちょっとね、これ今アイス買ったから、ちょっとね、アイス食べなって言って、もうそこで、めくってアイス食べてもらって、そしたら美味しいって言って食べるからさ、でアイス食べて、で氷をね買うから足を冷やそうって言ったので、氷もさ、もうこんな枕みたいな、こんなよ、ほんと枕みたいなロックアイスしかないので、氷買うからさって言ったら、もうそれが大きすぎるのを見て、また夫が遠慮するわけよ。すごいさ、遠慮屋さんだから、でいいよそんな大きいのって言うから、いや絶対大丈夫、これをももの上に乗せてたら楽になるからって言って、ちょっとこれも買ってくから、休もうって言って、とりあえず縁石のところに座って待っててって言って、それでこの枕みたいなね、ロックアイス買ってね、夫のところに行きました。でこうやってね、もうくたびれ切って座ってる夫のももの上に、その枕をね、置いて、どうって言ったら、もう気持ちいいって言って、ね、これでもうアイシングして、とにかく足休めようって言って、アイシングして、そこでどのくらいかな、20分ぐらい休んだの。で、他にも私たち以外にもさ、やっぱり足がもう痛くてしょうがない人とか、あと親子連れでお子さん、小学生ぐらいのお子さんと一緒の、親子とかね、子供が本当もう疲れちゃっててさ、そこでなんかホットドッグみたいなの食べたりとかね、してる人たち、多分あそこのね、お店ね、たくさんの人の命救ってるよ本当に。でアイシングしてさ、でだんだん夫も元気になってきて、でももやって、膝やって、ふくらはぎやってっていう感じで、でアイシングの効果を疑ってたから、いや前ね、金子さんってそのズンバのインストラクターの人に、走って20キロ走って膝が痛くなるみたいな話した時に、絶対アイシングしてくださいって言われたの。もう神経がなくなるぐらいまで、とにかくアイシングをしっかりしてくださいって。でそれズンバの時に言われて、今もちょっと痛いって言ったら、本当は痛かったらすぐやった方がいいんだけど、今からでも遅くないから帰ったらすぐアイシングしてくださいって言われて、そのぐらいね、金子さんにアイシングした方がいいって言われたから、絶対ね、今ね、君がこれアイシングしてるのも絶対役に立ってるから、やろうよって言って、
アイシングをしました。そう、そしたらやっぱり効いたね、アイシングね。それで元気になって歩けるようになったから。で、氷をね、山のようにある氷をその途中途中でもらってあったアイシングのジップロックに移し替えて、で残りはこの大きな袋、ズタ袋みたいに湯沸いて、それで持って、あ、ももにね、あ、ぶら下げて足冷やしながら歩きました。そしたらね、なんとか残り7キロとかそのぐらいまではね、持ったんだよね、持って。でもその後やっぱりアイシングの効果がだんだん薄れてきて辛そうだったけど、あの励まし合いながら歩きました。本当に歩いた。で、あの帰ってきてね、アイシングも してさ、やっぱアイシングってすごいよ。あの筋肉の炎症を取るのにアイシングするとね、相当良くなる。あの私も帰ってきて夫のやってあげて、私もちょっとやって、でもメインは夫のことが心配だったから夫の方ばっかりやって、私はあんまりやってなかったらちょっと痛みが残っちゃってさ。でも今日アイシングするじゃん、例えば10分とかで、その後全然普通に歩けるもん。ほんのちょっとやっただけでも楽に歩けるようになるから、やっぱりね、冷やすのって大事だなって思いました。で実際に夫も普通、私より普通に歩いてるし、今日。まあね、すごい。だからもしなんか運動して足が痛いとかあったら、あの、冷やすといいです。本当そう思いました。そう、それでアイシングの効果が残りね、あの、あとね、6、7キロクロのところで切れちゃったけど、頑張って歩いた。でね、なんでリタイアしなかったかっていうとね、あのハイウェイ降りたとこのお店で、私がね、ロックアイスとか買ってる間に、まあ夫もいろいろ考えたみたいでさ、私がお店から出てきて、ほらーって買ってきたよって、ももの上乗せたら、夫からね、ここでどんだけ休んでもいいから、やっぱり絶対ゴールしたいって、結構はっきり自分の意思をさ、伝えてきてさ、そっか、そこまで思うならと思って、で、熱中症の疑いみたいなところは、もう、アイス、顔も赤くなってなかったしね、ずっと。だから、熱中症じゃない、まあ、熱中症もあったかもしれないけど、アイス食べて、で、あと、あの、ツナの手巻き寿司を食べたの、二人で、一個ずつ。それも良かった。あれでね、私はあの、ツナで引き返った。エネルギーチャージもできたし、で本人もアイシングの効果を感じたせいか、やっぱりもうここまで来たらもう何時間かかっててもゴールしたいって言うからね、じゃあそうしようって頑張ろうっていう風にしてね、そう話して、決めました。決めてゴールしました。ほとんど最後尾の方よ、私たち最後尾の方で、時間もね、11時間以上かかってるしさ。いやだけど、あの何よりも沿道にね、たくさん人がいて、あの要所要所で家の人たちがこう出てきててね、あのね、グッジョーブとかね、すごい応援してくれるの。あともう少し頑張れみたいなね感じで、そう、それはね、ものすごい励みになったよね、ああいう現地の人の励ましが。で、私も途中途中インスタのストーリーズにたくさんアップしててさ、で、あのコメントくれたりしてね、もうそれも励まされたし、で、あと大学の子が一人、サナピ頑張れって送ってきてくれて、わあ嬉しいと思ってさ、なんかそれも力になったし、だからね、なんか良かったです。ほんとゴールできて良かった。ね、あんな体調悪いのによくね、夫は歩いたよ。全然万全じゃなかったんだよね、きっとね。ね、体調管理って難しいね、ほんと。そう。やっぱさ、男の人ってさ、我慢強い男の人、って言うとね、あれだけど、まあ、特にうちの夫は、あの、辛いとかしんどいとか言わない人だからさ、だからね、我慢強いから、
弱音の吐き方っていうか、なんか調子の悪さの言語化みたいのがね、あの苦手なのかもしれない。私もしょっちゅうさ、調子悪いだの、かゆいだのさ、なんか、ね、その言語化は鍛えてきた部分もあるから、体調についてはさ、ね、だよく分かった、うん、夫の分かんないは、ノー、ノーだっていうことがね、すごい分かりました。そう。そんな感じかな。あ、でも本当に良かった、完走できて。完走してなかったらさ、これもさ、このメダルもこの T シャツももらえなかったのよ。ね、だから、それはね、もらえて良かったし、本当にね、良かったです。うん。ねえ。うん、そうだね。そんな風に思うかな。あとなんだろうね、ホノルルマラソン。うん。あ、父からはね、途中でね、私が連絡全然なくなっちゃったから、走ってる途中でさ、あの、何？心配していますって来て、あの、ギブアップして救急搬送でもされてるんじゃないですかって来てさ、ね、それは、その後大丈夫だよって送ったけど、いやーね、本当に、うん、あ、いい経験だった。不妊治療の時は私が本当に大変で、夫に支えてもらったけど、今回は逆っていうかね、あの、夫のサポート、ね、私も助けてもらったけど、いや、二人で、あの、一つの大きな山をね、乗り越えたかなっていうのはね、あるからね、よかったなって思います。お兄さん、なんか、なんだろう、バギーに乗ったお兄さんね。いやいやいや。で、英語はね、あの、父の事前の、あの、英会話レッスンも、いや、役には立ったけど、そんなに、あの、喋る機会なくて、やっぱり、あのね、人と二人でいると、話しかけてくるっていうのはない、あんまりなかったかな、走ってる時はね。でも、あの、沿道の人とちょっと喋ったりとかいうのはしました。で、あとね、Google よ、Google 様々、Google 翻訳がめっちゃ便利でさ、スーパーに行った時とか、あの、グルテンフリーのパンはどこですかとかさ、一応確認したくなっちゃって、そういうの調べて、あのね、それで話しに行ったりとか。で、場合によっては、あの、その場でリアルで、その Google 翻訳使って、喋ったのを、音声入力したのをすぐ英語で吐き出してくれて、相手の人の英語をすぐ日本語にっていう機能もあるから、もう最悪それでもいいかなと思ってね、あ、なんかすごい心強かったです。で、あと英会話の勉強、途中からしなくなっちゃったけど、それまでしてたやつがね、役に立った場面もあって、あの、トイレにすごい並んでる、あ、トイレがすごい混んでてさ、だけど日本人がなんか微妙なところでなんか、立ったままちょっとストレッチしたりしてた時に、その後から苦しげに来た外国人が、いや、ああいうラインって並んでますかって聞いたんだけど、その人が、日本人の人が分かんなかったみたいだったから、私がすぐ、あ、なんか並んでますかって聞いたら、あ、並んでませんっていうふうに、なんか大丈夫ですみたいな感じでね、話して、あ、これ、あの、アンナちゃんっていう女の子が主人公の英会話の本に結構並んでますか？出てきたから分かったんだ、よかったと思ってね。それは嬉しかったです。はい、そんな感じかな。ね、ほんと。この芝生がすごいふかふかでさ、ほんとに気持ちいい。ほんと。鳥とかね、蝶々とかね、いっぱいいるの。鳥さん。頭がね、赤い鳥さんもいて。いやー、気持ちいいです。で、来週、火曜日に帰ってくるから、だから、帰ってきてからラジオやると間に合わないんで、また来週も、ハワイからラジオ収録して、お届けしたいと思います。で、今週1週間はね、ゆっくり、なんかレンタカー借りたりして、いろんなところ行って、もうさらにハワイを満喫しようと思います。はい。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ね、あずきがいないのは寂しいけど、さなきちとダイヤモンドヘッドでした。バイバーイ。